海軍減帥初代、BT 伯爵、デイビッド・リチャード・ BT は、イギリス海軍の軍人。最終階級は、海軍減帥。1914年バス勲章、1919年メリット勲章を授与され、BT 伯爵家を創設。1871年、アイルランド系の騎兵士官の子として誕生。13歳で、少年時代からの夢である。 海軍兵学校に入校、15歳で士官候補生に任官した。1884年、海軍士官候補生として練習艦、ブリタニアに乗船。1896年から98年、エジプトスーダンに勤務。マフリー戦争時、ナイル川で砲艦の指揮を取り、陸軍を援護した校により、DSO 勲章を授与された。1897年、 27歳で海軍中佐に任じられた。1900年、ナ艦隊所属の戦艦、バーフラー乗組時に北進事変が発生。文献隊を指揮して、艦隊司令長セーマー大将の救出作戦を成功させ、わずか29歳で海軍大佐に昇進。その後、いくつかの巡洋艦や戦艦、クイーンの艦長を歴任。その間に、 アメリカの不合礼状と結婚。やがて海軍大臣となるウィンストン・チャーチルに認められて、大臣秘書官を経た後、1913年に海軍少将となり、第一巡洋戦艦染隊司令官に任命された。第一次世界大戦勃発時、BT は、スコットランドのファース・オブ・フォース北岸の露出を基地とする、第一巡洋戦艦染隊を指揮していた。海戦に伴い、 イギリスは本国艦隊を戦時編成に改め、土級、超度級艦を集中した主力艦隊としての大艦隊、グランドフリートを編成し、ドイツの大会艦隊に対抗した。BT の巡洋戦艦部隊は大艦隊の先遣部隊の役割を果たすこととなる。1914年8月28日早朝、A 巡洋艦隊はドイツ帝国の内海とも言うべき、 ヘルゴラントバイトに侵入した。BT の第一巡洋戦艦戦隊は支援部隊としての参加だったが、最終段階でヘルゴラントバイト内に侵入、ドイツ巡洋艦3隻を撃沈し、その後ドイツのフランツフォンヒッパー帝督の率いる艦隊が到着するまでに引き上げた。1915年1月24日のこの海戦で英国の巡洋戦艦部隊は、 初めて直接砲火を交え、A 艦隊が勝利した。ヒッパー率いるドイツ艦隊は1914年11月と12月にイングランドの北海沿岸都市へ繰り返し砲撃を行っていた。これに対し A 海軍は解読した無電情報をもとに BET の巡洋戦艦部隊をドッカーバンクに出動させ、BET はドイツ艦隊の補足に成功する。 補足されたドイツ艦隊は直ちに全速で撤退を開始。BT はこれに応じて追撃に移った。ヒッパーの機関、ザイドリッツは後部砲塔への直撃弾が溶弾庫内の火薬に引火したが消火に成功して爆沈を免れた。一方、A 艦隊戦闘の BT の機関ライオンは集中砲火を受けて15発の被弾を数え、浸水によって船体が重度傾斜。 左限機関が故障して速力が15ノットに低下して落語した。敵艦隊の追撃を続行せよという意味で、BT が発した敵の後部を攻撃せよ、敵艦にもっと接近せよという信号を誤解した、自責指揮官は、被弾により落語したドイツ装甲巡洋艦ブリュッヒャーに集中砲火を浴びせて撃沈したものの、ドイツ艦隊に撤退を許す結果となった。駆逐艦に移常して、 艦隊を追っていたビーティーは怒りを抑えて帰還の途についた。1916年5月31日のこの海戦は英独艦隊最大の対戦となり戦略的に英国が勝利した。ドイツ大会艦隊は全主力が出動し、イギリス大艦隊もドイツ側無限を解読してその予想位置に向かっていた。ヒッパーは英巡洋戦艦部隊を捕捉後反転し、 A 艦隊をドイツ戦艦隊の方向に誘致しようとした。6隻の A 巡洋戦艦と5隻の独巡洋戦艦は平行線を開始。BT は最初の40分間にインディファティガブルとクイーンメリーの2隻を撃沈されるという形勢不利の中断固として艦列を維持し、チャットフィールド君、今日はどうも情勢不利らしいね。左限2点に点出したいと命じて敵側へ接近。 距離を詰めての命中率向上を図った。その後ドイツ戦艦部隊が接近すると BET は離脱を開始した。結果、ヒッパーの巡洋戦艦部隊は機関、リュツォが大量の浸水により翌朝沈没。その他の4隻も戦闘力を喪失し、沈没寸前の状態ながらも本国への帰還に成功した。ヒッパーは駆逐艦に移動し、2時間後に 巡洋戦艦モルトケに正気を移して帰還した。ユトランド沖海戦で英国が戦略的勝利を得たこともあり、囲碁英独の主力は再び砲火を交えなかった。そして、BT は大艦隊司令長官となって、大戦の終結を迎える。1916年12月、大艦隊司令長官ジェリコ大将が第一、海軍教に就任すると、BT が、 公認の司令長官となり、終戦に伴い1919 19年4月に大艦隊が編成を解かれるまでその職に止まった。1919年5月1日に海軍元帥に昇進、同年10月18日に BT 伯爵、ボロゲール爵及び北海道ブルックズビーの BT、男爵に除されている。1919年から27年の間、第一海軍協に就任。 ワシントン条約による海軍艦艇勢力の整理を実施、艦隊航空隊の所属をめぐる空軍との激しい清掃には敗北した。1921年、ワシントン会議に出席、セントポール協会に葬られ、その棺はネルソン提督のものと並んでいる。ABC ブリタニカ国際大百科事典、小項目電子辞書版。 ナンバー31327ザロンドンガゼット六名1919 19 P5653 2015年11月1日閲覧ナンバー31610ザロンドンガゼット21オクトーバー1919 19 P12889 2015年11月1日閲覧ありがとうございます